マリーンズヘッドラインニュース、えー、この時間は千葉ロッテマリーンズに関する情報をお届けしたいと思いますはい、というわけで千葉ロッテマリーンズという野球チームがあるんですけど皆さんご存知ですか私はあのそのチームをね、すごく応援しているんですけど プロ野球が3月29日に開幕したんですけど私ね千葉まで、えー、見に行ってきました開幕戦もう本当にオープン戦とかもあのそのプロ野球が開幕するまでにねオープン戦っていうのもあるんですけどオープン戦も見に行ったんですけどいや,やっぱりねあのもう ZOZO マリンで満員の 応援はもう本当にすごくて、もう鳥肌立ちましたね。本当に、やっぱ世界一の応援団だなと思ったんですけど、あの、ここでちょっとね、あの、プチ情報なんですけど、あの、私のね、隣の席がなんと、えー、ポランコ選手の奥さんでした。<laughs> 本当にびっくりしましたね。<laughs> あの、いや、すごくお綺麗な方で。で、私、全然でも気づかなくて。で、あの、 1> 私一人でその日見に行ってたんですけど、あの、だから写真を撮ってくれる方がいなくて、あの、その時気づかなかったんですけど、あの、ポランコ選手の奥さんしか声かける人いなかったので、すいません。ピクチャー、ピクチャー、ピ,ピクチャーって、ピクチャーしか喋れないの英語って頼んで撮ってもらいました、写真。すいません、ありがとうございます。はい。というわけで、えー、他はね、えっと、今季は、やっぱ応援の話とかにもなっちゃうんですけど、あの、 d n a のね、外選手が千葉ロッテマリーンズにね、来てくれたんですけどそのね、応援歌があの魔曲っていわれる SNS でもね、話題になってたりするんですけどもう中毒性がすごくてネフタリ鏡とも呼ばれててね、その応援もなんかもう珍しいんですよね。なななんて言うんんんかかか、低音てうです それがすごくかっこよくて、それもね、聞いていただきたいです。他には、えっ、ー、と、ともすぎ選手、チャタニ選手も、新応援歌ができたので、嬉しいですね。はい。どんどんね、皆さんもね、たくさん、あの、応援、応援がやっぱ楽しいので、はい。一緒に応援しましょう。で、あと、あとはですね、私はやっぱり、あの、甲子園、 で活躍してた選手とかもすごく応援今もしてるんですけどやっぱ高校野球でマネージャーをしていたので、えー、若手の選手たちもその活躍があればいや来るんじゃないか優勝できるんじゃないかと思いますね。であとと、えー、小島投手が私と 同級生なんですけど、12球団で最速完封しました。本当におめでとうございます。私テレビで見てたんですけど、もうめちゃくちゃ感動しました。本当にかっこよくて素晴らしかったです。おめでとうございます。やっぱ12球団でね。最速ってやっぱ気持ちいいですよね。そのロッテの選手がであとはですね、えー、横山陸斗投手がですね。プロ5年目にして今季2セーブしたんですけど、えー、っとね。今季。 クローザーとして、えー、投げられたんですけどその日のね先発が同期入団の佐々木朗希投手だったんですけどねその2019年の入団の同期コンビで先発が佐々木朗希投手で初,初勝利を飾ってで横山陸人投手が、えー、その時に ZOZO で初セーブをおめでとうございますはいこの調子でですねえっとあとは ピッチャーは佐々木朗希投手と種市投手でうーんと30勝合わせて30勝してもらってであとはポランコ選手とソト選手でホームラン合わせて50本打ってもらいたいポランコ選手はね去年のシーズンもホームランを取ったのでで今季はソト選手も来てくれたということで2人でねバンバン打ってもらってでそれに山口選手もうんと20本 ぐららいはっってもらっても <laughs> じゃあ本当に優勝あるんじゃないかと思うんですよね。で元気にね佐々木朗希投手もシーズン投げてもらったらいや本当にあると思いますね私は。であとはね平安藤原時代の藤原京太選手が今右膝をちょっと骨折してしまったので早くね直して帰ってきていただいてですかねはい。 今季は本当に楽しみですね。私もたくさん現地で見に行けたらいいかなって思います。皆さんもね、一緒に、私と一緒に、あの、千葉ロッテマリンズさん、阪神もいいですけど、応援してください。よろしくお願いします。 NMB48 ミッドナイトレディオ Delivering from 大阪 To the World 大阪難波から世界へお届けする NMB48 ミッドナイトレディオこの番組は NMB48 のメンバーが回ごとに DJ を担当していきます本日 DJ を務めますのはみ恵こと和田美也ですどうぞ最後までよろしくお願いします たくさんのお便り本当にありがとうございます。えー、ペンネーム海浜ピーナッツさん。こんばんは、千葉から和田ちゃんを応援しています。 まだちゃんは SNS なのでよくロッテの試合を見に行ったり実況したりしてますね。かっこ毎回楽しみにしています。そこで気になったのですが、ロッテを応援するようになったきっかけを教えてくれると嬉しいです。始球式の夢が叶うことを願っています。ありがとうございます。はい、そうですね、確かにあの私めっちゃ… これ聞かれるんですよねやっぱ関西出身なのでなんでロッテなんやと阪神オリックスじゃないんかってめっちゃ言われるんですけどいやそんなん関係ありますかって思うんですよねだって私たち NMB48、えー、関西のアイドルなんですけど東京の方が応援してくれてたりするじゃないですかそんなの本当に関係なくないですか皆さんどう思いますかでま、ね、まああ理由もあるんですけどまあ理由は あの先ほども言った通り私高校野球でマネージャーをしていたんですけど甲子園が本当に大好きだったんですよ。あの明豊高校の今宮選手が、えー、甲子園で活躍してた頃から気になりだしたんですけどそこでですねあの同世代の甲子園でね活躍してたスターがロッテにはやっぱ印象的な選手が多いんですよね。あの、まあのま 先ほども言った通りね、同級生の小島投手だったり仙台育英の平沢大河選手だったりで、それであのでも個人として応援をしていて球団としてはね、応援はそんなにしていなかったんですね初めはでもその私の友人地元の友達があのすごいロッテの大ファンで連れて行ってもらったんですよ。でその時にあの応援がすっごい楽しくて、 であの、ね、高校野球って応援もすごい楽しいんですけど、だから私応援も大好きなんですね。だからそれでもうぐーっと引き込まれた感じですね。そこから個人としてじゃなくて、もう球団としてすごく引き込まれましたね。はい。それでは続いてのお便り行きましょう。ペンネーム、山市プーさん。みゆちゃんこんばんは、プー。みゆちゃんが初の DJ ということで、早速お悩みを送ります。 最近すごく優柔不断なんです。ネットショッピングをするのに、買うものは決まってるのに、こっちがいいかな、あっちがいいかなと1時間ぐらい見てるし、ご飯屋さんに行った時も、あれもこれも美味しそうだなと10分ぐらい悩んだりしています。みゆちゃんはイメージ的に何事もスパッと決めそうな人やと思うので、優柔不断をなくす方法を教えてください。プー。なるほど。そういう風に見えてますか でもえ、でも私の方が多分、すごい、優柔不断以上に変な性格してるんですけど、私もネットショッピングすごい好きで、ネットショッピングで服を見て欲しいものを決めて、えー、まず服屋さん、決めてから服屋さんに行くんですよ。で、そこで生の服を見て、そこで買わずにお家帰ってネットで注文するタイプなんですね。だから、 ネットで決めるのってやっぱほんまに難しいからすごい気持ちがわかりますね。でも、優柔不断をなくす方法ですかなんやろうな。やっぱ思い切りって何事も大事だと思うんですね。悩んでたらね、チャンスを逃してしまうかもしれないんですよ。あの、その、私よくあるんですけど、欲しい服があって、悩んでるうちに <laughs> 売り切れちゃうこととかやっぱあるんですよね。ネットでも。私は、でもこの性格、その性格だから、 お金なくなく <laughs> その <laughs> 何もうパッパパッパ買っちゃうからだから優秀不断でいいとは思いますけどねお金なくなっちゃうんではい NMB48 の和田美優さん「おはこんばんにちは」NMB48 の「ミッドナイトレディ」を毎回楽しく聞かせてもらってます僕は勉強が嫌いでうん 中学や高校の時、授業中に、将棋の勉強をしたり、え携帯でゲームをしたりしていたおかげで、テストでゼロ点を取ったこともあります。みゆちゃんは、今だから言える学生時代のエピソードなんてあったりしますかあと少し前ですが、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。え、ゼロ点、ゼロ点私でも取ったことないですよ。学生時代のエピソードは、 えっと私なんか担任の先生に気に入られすぎているのかそれともなんか要注意人物だったか分かんないんですけどあのずっと教宅があるじゃないですすかその前の前席にさせられますだから卒アルとかでその教室を写ってる写真あるじゃないですかみんなが私小学も中学も高校も教託の前で写真写ってるんですよ <laughs> あとあの小学生の時の話なんですけど通知表あるじゃないですか。あれの評価が20丸,丸三角なんですねであの私2歳上にお兄ちゃんがいるんですけどそのお兄ちゃんがね結構頭賢くてでそのママがなんかその2人合わせて20丸が30個あったら。 あの欲しいものを買ってあげるみたいなの言ってくれたんですよだからお兄ちゃんと協力して頑張ろうなって言ったんですねでもう、まあ、30個ってまあ2人で分散したらそんな多くないんですけどお兄ちゃんがもうお兄ちゃんはもほぼ二重丸なんですね二重丸で25ぐらい稼いで私が二重丸3個ぐらいしかなくて <laughs> 達成しなかったっていう <laughs> みたいな感じですねそれがすごく今も申し訳なくて覚えてますねはいじゃあ次お便りいきましょうペンネームみーたんさんこんばんは質問なんですけど和田美恵ちゃんっていつ見ても可愛くてスーパーアイドルで最強だなって思うのですがもしかして何人かいますかかわいさの秘訣を教えてくださいプーを <laughs> いや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 でもそれはよく言われますね何人かいるみたいな説は出てるんですけどねえそんなことないです私もね鏡見てか可愛くないなって思うことはありますしでも何て言うんだろう私の可愛さってなんか愛嬌もプラスされてると思うんですよね。なんかうーんか <ね> <laughs> なんかもうほんまにちょっと自分やりすぎてくらいなんかあざとくなんか私は今まで同性の方にいいように思われてなかったこともあると思うんですけどでも可愛いってやっぱ思ってくれる人はいるのでやっぱ愛嬌ですかねなんか人の目を見て話す。 みたいな <laughs> 当たり前かちょっとごめんなさい <laughs> そんなんも参考にならんかった何 <laughs> な,なんでしょうねまあ私の普段の劇場公演とかの行動を見てたらあこういうことかみたいなわかると思うんでまた見に来てくださいお願いしますペンネーム馬優樹さんみゆちゃんこんばんは4月に入って公式プロフィールの写真も新しくなりましたね改めて公式プロフィールを見てみると「将来の夢はヒーロー」と書いてありました みゆちゃんの主張は一貫していてかっこいいなと思いました。かっこ広いんじゃないのかというツッコミはさておき、いつ頃,い頃からそのような目標ができたのでしょうかそのきっかけになったようなものはありますか僕は安室奈美恵さんのヒーローという曲にとても思い出がありまして、心のキーワードに一つにしています。ん心のキーワードの一つにしています。同じワードをみゆちゃんが掲げてくれていたことは推しとして、オタとして、 ととても嬉しく思いいまますすすおーありがううございますそうなんです私加入してから特技とか好きな食べ物は毎年変わるんですけどあの将来の夢のヒーローだけはまだ一回も変わったことがなくてでもヒーローって書いてたらいやヒロインやんみたいなコメントくるんですけどヒーローロでで合ってるんですはいここで言わせてください。ででそのなんで その目標ができたかとというとあの私はあの昔からお兄ちゃんがいる,いるんですけどその影響で「ドラゴンボール」とかヒーロー系のアニメと漫画をよく見ていたんですね。でやっぱりかっこいいじゃないですか人を守る守ったりね勇気や元気を与えるのってすごいかっこいいなと思っててで最近私が好きな 漫画が僕の「ヒーローアカデミア」っていうもうヒーローのお話なんですけどもうすごいそ,それでね勇気をもらったんですね私はもともと弱い子たちが頑張って頑張ってヒーローをね目指していく物語なんですけどやっぱそれを見ていったら自分はねすごく勇気をもらえたんですねその漫画を見ているとでその時にそのでも実際ヒーロー っってていいいう職業まあななじゃないですかでもそのアイドルをしていてそのファンの皆さんに「明日からまた頑張ろう」とか辛いことがあってもそのミュウとお話しして元気出たとかそういうことでなんか助けたりできるんじゃないかって思って私もみんなが明日から 頑張れるような存在になれたらいいなと思って、ヒーローって書かせていただいてますね。はい。ありがとうございます。そこに注目していただいて。<laughs> では、次のお便りいきたいと思います。ペンネーム、りささん、みゆちゃん大好き。ありがとうございます。私のヒーロー、みゆちゃん、こんにちは。いつもかわいいみゆちゃんに元気をもらっています。私は今、就職活動をしています。 就職活動をすればするほど自分は何をしたいのかどこで働きたいかを迷ってしまうようになりましたみゆちゃんが NMB に入って頑張ろうと心に決めた理由や高校など何かを選択する時の軸や大事にしているものを教えてほしいです PS 本当にいつもみゆちゃんにお元気をもらっています顔が可愛くて面白くて私のヒーローです 生誕祭も最前列で見れて嬉しかったです。これからも応援しています。ありがとうございます。ヒーローになれてた。はい。というわけで、あ就職活動大変ですね。私も大学で就職活動の経験をしたから、もうすごく気持ちがわかります。えー、自分は何をしたいのか、どこで働きたいか迷ってしまう。いや、そうですよね。だって。 みも就職活動してる時はアイドルになろうって思ってなかったからしかも高校の時に就職してる子もいたんですけど自分は夢がなくて何になりたいかもわからなかったからとりあえず大学に行ったんですよ。でその4年間でまあやりたいこと見つかるやろと思ってえ行ったんですけど結局4年間なんか見つからなかったですね自分がやりたいことは。だからその 就活もなんかとりあえずなんか学校に来てる求人とかなんか見て就職活動もしてたりしたんですけどえっとね高校生の時のバイト先があの中学の時高校からバイトできるじゃないですか。で中学のの時に近くの焼肉屋さんが まチェーン店なんですけど可愛い人しか働いてないっていう噂のね焼肉店があったんですよで私は高校に入ったらそこのそこでバイトしようと思ってたんですねで高校でバイトできるあれになってバイトしてた時にそこで働くようになったんですけどなんかそう私は <laughs> 私の性格的になんて言うやろうそういうとこで働きたいって思ったんですよ可愛い子がいっぱいおるとこで自分も働きたいと思っ た時に大学で就活する時もなんか受付嬢とかそういう職業って可愛い人が多い綺麗な人が多いイメージあるじゃないですかでそれでその時も就職活動の時もテレビ局の受付とかも見たりは受けてはないんですけど見たりはしてましたねでそう私はそこ そこでしたかねで結局なんか大学で自己分析他コ分析みたいなのもあって他コ分析された時になんか美羽はその大学の友達とかがアイドルに向いてるとかその芸能関係が向いてるって結構答えてくれててそれを見てああそれもいいかもなと思って大学生活の最後に思い出作りとして。 ちょっとアイドル活動してみようと思ったのがきっかけでちょっと今縁があって縁があってというか NMB に入ることになりましたねはいみたいな感じでみんなでも結局自分がしたいことできてるか分かんないですよそのみんな働いてる人がうん人生はね本当に1回しかないのでもう何しても 結局私はなんとかなると思ってますだからそんな悩まなくていいと思いますあの楽しみましょう <laughs> はいって感じですね NMB に入って頑張ろうと心に決めた理由は自分を変えたいと思ったからですかねその NMB に入ったらなんか今まで中途半端に生きてきた人生だったので頑張れるんじゃないかと思って。 絶対売れてやると思って入りました <laughs> みたいな感じですはいペンネームみゆのみさんからですみゆちゃんこんばんは質問です自分は遠方や旅行に行く前日はできるだけ離れて暮らす母や父と晩ご飯を食べるといったルーティーンがあるのですがみゆちゃんは何かこれをするときにこれをやるなどありますかえー、めっちゃ素晴らしいじゃないですか <laughs> えー、私は 何かこれをする時にこれをやるとかはうわ,うわをするやろでも、ね、やっぱ私はまあもう27にはなったんですけどやっぱ家族とは離れて暮らしているのでやっぱパパとかママとかすごくこの活動を応援してくれてるのでそのできるだけコミュニケーションをとるようには一緒ですね私もしてますね。 やっぱ家族って大事ですよね。何かこれをするときにこれをやる。あでも、私なんかお風呂入らんキャラみたいな設定にされてるんですけど <laughs>、あの、なんだかんだお風呂入ることがすごく大好きで、あの、湯船には絶対浸かるようにしてて、で、あの好きな入浴剤を入れたりしますね。それをすごく楽しんでます、毎日。 すごくねお父さんとお母さん大事にしててこれからも続けていってくださいペンネームほのちゃんさんまだみゆちゃんこんばんはこの春から社会人2年目で後輩が入ってくるのですが今まで直属の後輩ができたことがないため接し方が分かりませんいっぱい話しかけた方がいいのかそれとも必要最低限のことしか話せない方がいいのか 私はいっぱい話しかけてもらった方が仕事もやりやすいタイプなのですがもしかしたら一人でコツコツやりたいタイプなのかもしれないっていろいろ考えれば考えるほど自分から話しかける勇気が出なくなっています美羽ちゃんはどのように後輩に接しているのかまたどう接してもらいたいか教えていただきたいですそれと話しかける勇気もくださいこれからも応援しています連続選抜おめでとうありがとうございますえわかります私も 4人兄弟の末っ子やし学校生活でも友達とかにはみんなについていくってタイプやから後輩の接し方がわからないのは本当に一緒で今も NMB48 であの活動してて後輩のの子に話しかけるるすすごく緊張するんですよねでもやっぱ仕事場ってなったら学校とはまた違うので。後輩の子も 緊張してるはずじゃないですか絶対先輩怖かったらどうしようみたいな。ってなった時にやっぱいいいいっっぱい話ししかかけてもらった方が嬉しいんじゃないですか、うん、一人でコツコツやりたいタイプの子もいると思うんですけどやっぱ初めはやっぱ印象がすごい大事だと思うのでほのちゃんさんもこの話さないと後輩のこの子はこんな性格とかやっぱわからないし何か。 見た目が怖そうでも見た目が怖そうって思っても喋ってみたらすごくなんか面白くてとか絶対気づけることはあると思うのでやっぱせ後輩の子ってやっぱガツガツいけないと思うから先輩から話いっぱい話しかけてあげるべきなのかなって思いますね。うん、どう思いますか <laughs> で私はは後輩の子に接して接しして方はめっちゃ ボディタッチしちゃいちしいゃ喋る時になんか触っちゃうみたいなやっぱスキンシップも大事だ、まあ、あんまりなんか嫌がられる程度じゃないですけどそのスキンシップも大事かなって思いますはいかなあと、ま、どう接してもらいたい私は先輩にはいじってもらいたいですねはいおいおいみたいな <laughs> 仲良くなったらそういういじりもやっていったらいいんじゃないですか はい私もねいっぱい後輩の子に話しかけるように頑張るのでほのちゃんも一緒に頑張りましょうでは続いてのお便り読みたいと思いますペンネームこよりんのぬっこさんメンバーの皆さんこよにちは何ですかこれはこよりん語ですか <laughs> 突然ですが僕にはどうしても許せないことがありますそれは食事の時に副菜から食べることですなるほどお店や新幹線なので 隣の人がエビフライや唐揚げなどのメインがある中ポテトサラダやトマトから食べてる人を見ると <laughs> 絶対この人とは友達になれへんなって勝手に思ってます <laughs> この前も友達ととんかつを食べに行った時その友達があろうことがキャベツから食べ始めました <laughs> ええー？その時は本気で友達をやめようと思いましたさすがに嘘ですよかったこれって僕だけでしょうかやばいちょっと待ってめっちゃ面白い <笑><笑>まあでも私も分かります私もメインから食べたいはやからめっちゃわかりますあの極力なんかサラダとかは飾りだと思ってるんですね、ま、たちゃんと食べますよでもなんかまあ飾りじゃないですかだからほんまにこ気持ちはめっちゃわかりますでもその友達になれへんなって思う嘘でしょそんななんか気にしないことが一番ですねもう人のことは <laughs> <laughs> えー、めっちゃ面白いですねそんなとこそこを注目する人がいたとは思わなかったですでもその一つその友達とかをカバーするアドバイスなんですけどアドバイスというかなんか最近なんかそのメインの脂っこいものを食べる前に野菜とか食べてたらなんかカロリーが吸収というか太らないみたいなの聞きません,なんかサラダを先に食べるのが大事とか 言うじゃないですかだからまあそこを考えればなんか許せるんじゃなないいいかかって思思まますす、うん、どう思いますかそう思って見てみてください。はい、<laughs> ペンネーム「ふわんふわんさんみゆちゃんこんばんは」悩み相談なのですがある女子力がすごくて気さくな女性にポンコツって言われることが多いのですが言われた時なんて返したらいいのか分かりません。 みゆちゃんもポンコツって言われた時、いつもどう返していますか？面白い返しを教えてください。えー、え、そんなこと言われるんですか？いや、私以外に私以上のポンコツっていないと思うんですよ。ええー。でも確かに私もポンコツキャラがいいって。 メンバーさんとかスタッフさんに言われるんですけど実際自分はそのこんな自分は早くおさらばしたいってめっちゃ思ってるからそのポンコツってそのなんか言われたりするたびにすごくねちょっとなんかうーんって思っちゃうこともあるんですねだからすごい気持ちは分かりますね私もうまいこと返せないんですけどなんやろなもうぶりっこするしかないんじゃないですか,そのなんか <laughs> ポンコツって言われてえー 本当ですかみたいな。ポンコツですかみたいな。<laughs> しかないですよね。ポンコツって言われてもね、なんか、言い返し、言い返すのもね、やっぱ違うじゃないですか。ってなった時に、なんか、とぼけるしかないですよね。えそんなことないですけどね。みたいな。ポンコツみたいな。<laughs> ちょっと、私に聞かない方がいいと思う。えー、なんか、とぼけることですね。 えー、ごめんなさいみたいな感じではいどんどんね周りの人に、ね、頼っていきましょう助けてくれるので皆さん、はい、ペンネーム黒蜜きなこのスイーツの味って大体思った味だよね確かにみえさんこんばんはみえさんがよくおっしゃっている語尾のプーにはどのような意味があるのかなについて考えてみましたいや変な人じゃないですかこれまずプーは「 風,風といえば風林火山風林火山といえば武田信玄はいつまり和田美恵さんはアイドル界の武田信玄になるんだという意味が込められているやばい違うえー、めっちゃ変な人えー、誰のファンの方ですかこんなのを送ってくるのじゃえー、すごいここまでなんか考察してくれるんですね武田信玄さんまあでもなりたいですけど 私のプーにはそんな意味が込められていなくてなんか大学生の時にできた私がよく言ってた言葉なんですけどなんかやされるたびに「んープー」って言ってたんですけどそれをね周りにも結構言わしたりしてた「プー」って言ってみたいな,なんかプーハラみたいな,なあプーのハラスメント言って言うんですけどっ <laughs> ていうのをしてたりするんですけどなんかもうプーは悲しい時もプーって言ったりあの怒ってる時も みたいななな使える便利な言葉なんですね最近はなんかぶりっ子言葉として NMB48 では使われることが多いんですけどもともとはなんか悲しい気持ちで使ってただけなんですけどその私本当に NMB に加入した時にすでにあのピロピロって言葉がめちゃくちゃ流行ってるっていうかまあこの人にはこれみたいなユイナさんにはデグマッチョみたいなだから私もうこれ 無理や勝ててへんんと思ってたんですねこの後に流行る言葉なんてないって思ってたんですよでもそのアイドルとしてそういうなんか言葉とかギャグとかある強みってめっちゃ大事だと思っててだからプーがめちゃくちゃ NMB でもいろんな先輩方に使ってもらえるようになってめっちゃ嬉しいです。なんかやっぱ NMB ののファンの人 今押し,押してくださってるファンの人でプー知らない人ってやっぱ少ないんじゃないかなって思うぐらいそのピロピロとかデグマッチョぐらい広まってくれたことが本当に嬉しいと思いますねお次でラストですね最後のお便りを読みたいと思いますペンネームマンゴーフローズンさんみゆさんこんばんはみゆさんの可愛さは世の中の全ての男性を落とせると聞いたことがありますが 人外さんはどのようにして落としたのでしょうかちょっと待って是非参考にさせてくださいえちょっと待ってもう変な人おいホンとまだ落としてない <laughs> でもあのどこでそれ話聞いたんですか全ての男性を落とせるみたいなでもこれ本当に事実ですあの私狙った獲物は逃さないみたいな言葉あるじゃないですかほんまにまさにその通りでもう この人になんかなんて言うんですか、まあ、恋愛感情の好きとはまた違うんですけどこの人にすいてもらおうって決めたらもう絶対その人を落とせる自信は本当にありますもうそれはこのような思考になったのは中学生ぐらいからですねはいなんか私って本当になんか小悪魔かもしれないんですけどなんか自分が気がなくてもうんこの人ちょっとクールな人やなこの人 自分のこと好きになってもらいたいなと思ったらちょっとなんか中学生の話ですよ皆さん <laughs> 中学の話なんですけどまあねそのちょっとね自分の可愛さをひけらかしてあのまあねまあ中学生の話ですよ <laughs> 画面ですけどまあねそのそういうことをしてましたけどうんでもだからその今で言うと握手会とかでも なんか自分を目的として来てくださった人はもう全員好きになさせる自信は本当にありますね参考にさせてくださいと来てますけどうーん何なんでしょうね難しいですねこれはちょっと握手会とかに来てもらって体感してもらわないとちょっと分かんないかもしれないですけど、はいまあ、そういう中学生でしたね私は、はいまあ、昔の話なんで。 <laughs> 以上ありがとうございました今夜もたくさんのお便りをありがとうございましたそれでは続いてのコーナーに行きたいと思いますいきます深夜の電話相談 <laughs> はい、今夜も悩める子羊たちを救うべく、nmb48 のマリリンモンローこと。大人の、またみゆが、お悩みを解決します、ということでですね。あの、私、大学で心理学をね、習っていたので。あの、悩み相談とかも、私にもってこいですね。はい、すべての方に寄り添って、解決していきたいと思います。それでは、早速電話がつながっているみたいなので、つないでみましょう。 もしもーしもしもーし。お、かわいい声ですね。お名前を教えていただいてもよいですか。ハガポンです。ハガポン、なんていう名前なんですか。<laughs> はい。というわけでね、あの質問をちょっと三問ぐらいしたいんですけど、今何されてる方ですか。今は、はい、かわいい、うん、女の子してます。かわいい女の子。 まあそうですねたくさん街にはね可愛い,い女の子いるんですけどえー、じゃああの好きなあの犬種とか教えてもらってもいいですか好きな犬種はチワワです可愛い,いですね、はい、好きな犬種も可愛い,い、はい、じゃあ最後に好きな言葉とかあったりしますか好きな言葉は大好きはいというわけで <laughs> <laughs> 大好きな言葉大好きはちょっといいのか悪いのかわからないんですけどはい早速ハガポンさんのお悩みを聞いてもいいですかはい、えー、私のお悩みは、うん、どうやったらミユ、うんえー、さんみたいにミユさんはい <laughs> 変なことを言っても許されるちょっと女性になれますか <laughs> これは難しいお悩みですねやっぱりね、それ それのね、キャラというものがあるんですけど、ハガポンさんは普段お友達、お友達とかいますか <laughs> 一応、あいますお二人ほどいますね。あ、少ないですね。<laughs> お友達とかにはどんな性格とかキャラって言われてしますか <laughs>、うん、お友達には可愛くて、うん、守ってあげたくなるような,なはい妹みたいって言われます。うん じゃあハガポンさんもねなんか変なこと言っても許されそうなんですけどあのハガポンさんには私ってそんな風に見えてるんですねそうですねちょっとまあ、うん、あざと可愛く適当なこと言っとけばごめん,うん、うん、なさい許されるみたいななん <laughs> ですかそれはまあ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  <laughs> そ,うです、まあ、そうですね私もそうですねよく可愛い性格って言われてきたのでなんていうんですか昔から何をしても許され できたタイプなんですけど、まあ、確かにね。うん、私が言って許されることってたくさんありますもんね。自分でもそれは分かってるんですけど。なん <laughs> なんでしょうね。<laughs> なんか、やっぱ、素直でいることが大事だと思うんですよ。はい。これを、悪気があって、私は、言ってないんです。全て。<laughs> <ん> <laughs> なるほど。そ <laughs> うそうそうそう。私は本当に、悪気なく全部言ってるので、<laughs> やっぱ悪意があったら。 その受け手の方にもあちょっと今のダメなんか嫌な気持ちになったなって思うんですけど私はもう敵意とかっ意がゼロなので多分それが相手に伝わってないと思うんですよ。なるほど。そうそうそうだからハガポンさんもそのわざとそんな悪いこと言っちゃダメですよ。はい大丈夫ですか。言いたいんですかそういうこと。そうですねちょっと。そうです。ちょっとまあ変なこと言ってミュウさんみたいに受け取りたいなと。あ。 笑いを取りたいと、笑いを取りたいなそうなんですか。はい、まあ確かに笑い取るのって難しいですよ、ね。<laughs> 難しいです。うんでもハガポンさんはそのままでいいと思うんです。は、<laughs> 嬉しい。<laughs> いやそんなあの任せ笑いを取るの私に任せてください。ハガポンはずっと可愛いことを言ってて大丈夫。わ <laughs> かりました。うん、それをあの。 NMB48 というグループに小島かりんさんという、ね、方がいらっしゃるんですけど、うん、その可いいことしてること自体がもう面白いからと私は言われたことがあるのでハガポンも多分そういう感じになっていくと思います今は可愛いかは言われてると思うんですけど <laughs> あこれ悪気ないそのうちそれが面白くなっていくと思うので生き切ったらそんな感じではいいいと思います <laughs> 解決しましたかははいい解決です本当ですす本当か <laughs>、はい ではハガポンさんありがとうございましたありがとうございましたまたねあのお悩みあったら相談しに来てくださいはい行きますはいはいというわけでね今日もね悩める子羊のお悩みを聞いていったんですけどなんか私って、ね、そう思われてるんや <laughs> っていう感想があるんですけどまあ得してる性格ってことでもあると思うんでねはいこれからもねあのいっぱい笑いを取ったり 怖いことして自由にやっていきたいと思います <music> NMB48 ミッドナイトレディオエンディングのお時間ですはい皆さん今日のレディオどうでしたか あの私一人しゃべりのラジオとか本当に初めてだったのでちゃんとできてましたでしょうかどうですかやっぱ野球とかあんまり知らない方もいらっしゃったと思うのでなんか。 ちょっと不安なんですけどでも本当にたくさんの方がメッセージをくださって、えー、すごく嬉しかったですねお便りなかったらどうしようと思ってたんですけど皆さん結構長めのお便りだったり面白いお便りだったり本当にありがとうございますあとはですね今日のねラジオの感想とか、まあ、リアルタイムでなんか X とかでもたくさんポストしてくれたら嬉しいと思います。 というわけで NMB48 ミッドナイトレディオは皆様からのメッセージをお待ちしていますチャンネル概要欄にあります Google フォームよりお送りいただけますのでぜひ一緒に番組を盛り上げてくださいここまでのお相手は和田美優でした皆さんおやすみ